隣の国の花がハンナに笛を手渡して言いました。笛の音色でみんなの心を一つにしてね。笛はヨハンナの国にも届けて。ハンナの笛の音を聞いた人は、みんなで平和な世界を作ろう、そんな気持ちになるのです。町を駆け抜け野原を過ぎると暗い森に差し掛かります。森には入りたくない、だけど勇気を出して行かなくちゃ。ハンナは自分を勇気づけるために笛を吹きながら進みました。次にゴツゴツの岩場を馬が息を切らして進みます。ハンナは馬を励ますために精一杯笛を吹きました。岩山のてっぺんに一人ぼっちのおばあさんがいました。おばあさんを残してはいけないわ。笛はあなたが届けてちょうだい。馬が元気に駆け出せるようにハンナが笛を吹きました。それを聞いたおばあさんがたちまち元気になりました。おばあさんはハンナを送り出しました。ハンナがようやくヨハンナの国に着きました。笛の音色でみんなの胸に平和の心を届けてね。